はい、北九州サポーターの二重作です。今日はですね、北九州とは何か、北九州の魅力をですね、この、北九州東京事務所の方で、いろいろと学びたいと思っております。この真ん中のお二人、演出家の木村龍之介さん、はい、それから、俳優の柳本理音さん、この二人は北九州をほとんど知らないです。行ったことないです。はい、まさにこの場所はそういう人たちのためにもあるということなので、はいはい、ぜひ北九州とは何かという、はい、ここから今日はスタートしたいと思います。はい、ではまずお二方に、ご質問なんですけど、はい、北九州ってまずどこにあるかとか、はい、そこら辺ご存知ですか？福岡県の中にある、はい、福岡、はい、政令市になります。まずあの北九州市の歴史が分かる市政概要の方からちょっとご説明させていただければと思います。はい、今年がですね、ちょうど市政60周年ということで、はい、で1963年の2月10日に門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市という5市が合併してですね、北九州市というものができました。いわゆる最近流行り その市町村合併の最も元祖というか、はい、古いところですね。そうですね、そうですね、はい、結構昔だと工業地域というか、そうですね、そういうイメージが、はい、ものづくりの町っていうイメージが、はい、あってですね、八幡製鉄所とかですね、はい、いったところが、はい、北九州市にございまして、まあ、工業の町というイメージが強いところになります。はい、僕らが中学生の時は太平洋ベルト地帯って言って、あの社会で工業が出て、やりましたね。それの一番左側が北九州、はいはいはい、ですよね。ですから僕らもその、まあ、いわゆる本当に工業の町っていうイメージは前からあって、うん、でちょうど地の利的に北九州っていう場所が中国との貿易が近いので、鉄鉱石とかを輸入できるのと、あと北九州のちょっと南側が炭鉱の場所で、例えば能形であるとか、はい、仲間であるとかで、ちょうどその中国からの輸入の鉄鉱石とその地元ので石炭が取れるっていうのがちょうど合致した場所が北九州だったんですね。なのでその官営八幡製鉄所というのが1901年にスタートしたのも、その地の利を利用してっていうのがありますよね。そうですね、はい、なんかこの辺見たりするといろんなものがあるということなんですね。何からいきます？何がいいですかね。歴史、食べ物、食べ物、夜景、自然ってとこですかね。夜景、夜景はこれですかね。はい、夜景が、あれですか、全国一位。そうですね、夜景、わすごいすごい、日本新三大夜景、すごい、はい、都市全国一位ということで、ナイスね、はい、すごい、めちゃめちゃ綺麗。じゃあ何種類もまたあるんですね。そうですね、この場所を全部複合して全国1位ということで、はい、認定されました。門司港は九州の一番最北端で、関門海峡ってご存知ですか、はい、あそこにある港なんですけど、門司港は大正時代ぐらいからのずっとこう建物が、古い建物がたくさんあって、今はでもあれで有名ですね、カレーとかに、門司港に行くとその古い建物がたくさんあるところがその観光地にもなって、そういう北九州の食べ物がだと食べれるような、はい、ちょっとこれも綺麗だなね。これ見えますか？これ富士ですよね。そう、富士の花で、すごくないですか、もう舞台のセットみたいですよ ね、なんか歌舞伎のセットみたい、北九州市の八幡東区っていうところにある河内富士園っていう、河内富士園、はい、あるんですね、はい、こんな場所が、ね、アメリカ CNN で日本の最も美しい場所31選に選出、すごい、すごい31選の一つが、これ演出家としてはここで何を、はい、僕どんな映像、僕シェイクスピアの夏の夜の夢、ここでやりたい。ここで夏の夜の夢やったら妖精出てきそうじゃないですか。そうですね、で富士の妖精っていうのはちょっと日本ならではのシェイクスピアができる、美しい、絶対行った方がいいですね。
そうですね、はい、場所があるんですね、すごい。じゃあお二人は多分行くとしたらまずまずいや行きたい、すぐ行きます。ここ夜景、それから文字のレトロ、それから富士行きました、うん、他にはまだあんまり出てない食の方に、あ、食文化はいいですね。海が近いんですよね。そうなんですね。お寿司も美味しいで有名ですね。はい。でも全国的に有名になったお寿司屋さんとかも、はい、あったりですね。はい。もうあの開けた時から気になってたんですけど、はい、これめちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。これ夜景見ながら食べた後ね、お酒飲んで、ね、はい、夜景見て、はい、最高、いいな、はい、北九州のグルメの面白い特徴というか、あの低コスト、それは大事じゃないですか。アイデア系が多いです。なるほど。例えば焼きうどんとかまさにそうで、焼きうどんも北九州そうですね、はい、そうなんですか。茹でてたやうどんを焼いちゃえ、うん、それカレーも焼いてますもんね。そうなんです。焼くんですね。そうなんです。面白い。先ほどちょっと紹介したのもあるんですが、お店も紹介させていただいたんですけども、うどんもかなり有名でして、はい、そうですね。うどんっていうと、例えば関東だとイメージするのっていうのは、多分讃岐うどんだったりとか、あとは富士の吉田うどんだったりとか、割とその固め、はいはい、で歯ごたえがあって、年があって、年があって、そうですね。北九州とか福岡のうどん真逆なんですよ。柔らかい、柔らかいんですか。歯応えない、歯応えない、全然ない。あれここなんですね、うん、あの ほぼ噛めずにそのままずるずる。そうなんだ。優しいうどんです。そうです。柏ってご存知ですか。柏、柏って知ってます。分からないです。分かんないでしょ。千葉県柏市って今思います。柏レイソル。あの北九州とかあっちのエリアで柏っていうと鶏肉のことを言うんです。それを入れた柏うどん。柏うどんはもうマストですね。ちょっと九州の感じの脳になってきました。北九州的に確かに柏か、柏うどん繋がってきました。ちょっと甘辛く煮たですね、はいはいはい、北九州、はい、僕あの演劇をやってるんですが、はい、北九州市って聞いた時に一番初めに思いついたのが、はい、北九州芸術劇場、はい、すごく活発にやられていて、はい、すごい盛り上がってる印象なんですが、はい、どうですか。演劇の方とか、まあ、あの文化にもかなり北九州力を入れておりますので、はい、で、その話であの映画のロケ地、はい、の方も北九州力入れておりまして、三石健さんの、はい、あの映画ということで、はい、北九州市オールロケ、オールロケさん、すごい、すごい、逃げ切れた夢、これが6月全国公開ということで、はい、すごい、全部北九州市で、はい、やったり、はい、今日はですね、北九州東京事務所から、北九州の魅力について、事務所の山本さんにお伺いしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。演出家の木村さん、そして、俳優の、柳本さん、はい、どうでしたか、北九州。行きたいですね。行きたくなりましたね、うん、こんだけ魅力が詰まった街、うん、ちょっと興奮してきました、うん、ましたね、詰まってますね、たくさん、はいはい、もうぜひ北九州ね、足を運んでいただきたいなと、はい、あと、もしね北九州の今日聞いた印象なんかを、うん、演劇的に、うん、はい、はい、なんかインスピレーションとかありますでしょうかね、はい、あ、うん、足と思い浮かんだんでいいですか。おおおおいいですか。行きます、お願いします、はい。ああ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの。お父様、お父様と思わず名前を捨てて、それが無理なら私を愛すると誓って、そうすれば私はもうキャピレットではないみたいな感じが。ロミオとジュリエットの恋の、はい、恋の、はい、セリフですね、はい、どうですか、リオさんの。いやー、すごかったです。ありがとうございます。ね、今回北九州に興味を持った、演出家の木村さんとそれからリオンさんがきっと、ね、北九州で、ね、演劇の花を咲かせてくれると、はい、楽しみお待ちしております。ありがとうございます。こういう形でですね、東京からも北九州をね、またこれから、ね、いろいろ発信していきたいと思います。ご覧くださった皆様ありがとうございました。山本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。